脳トレだけやっててもしょうがないよみたいな。腕の筋トレをやってるからって足の筋肉がつくなっていうの、うん、もう思い込んだらど根性の人って鬱になりやすいんです。薬を飲んでたり、うん、健康常識に縛られたりしてると、うん、どんどん老け込んでいくなって、うん。ますけど、脳トレだけやっててもしょうがないよみたいなことも書いてありますね。ボケないために脳トレって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、年を取っても脳であれ筋肉であれ鍛えられるっていうことも忘れてはいけないから、はい、そういう意味では脳トレは意味がないとは思ってないんですね、はいはい、でそれをすると脳のある部分は活躍するんですけど、はい、ここで考えてほしいのは、腕の筋トレをやってるからって足の筋肉がつくなっていうのなんですね、うん、で現実に脳トレに関して否定的な実験がいっぱいあって、はい、今やってるものの点数は上がるんですけど、そうですね、他のテストをやらせた時に1点も上がらないそれは別に何かができるようになったら嬉しいけど、例えばじゃあ数独ができるようになったからって実用的に役に立つかっていうのは厳しいものがありますから、本当は頭全体に使うように仕事を続けるだとか、うん、まあ、いろんな工夫をしてみるだとか、うん、まあ、ネットを使うにしても SNS で発信をしてみるだとか、うんうんうん、あるいは知り合いと議論をするだとか、うんうん、そういうものの方が多分脳にいい。受験勉強に限らず勉強なんてものは3時間で5ページできる人と、はい、5時間やって3ページしかできない人だったら、はい、やっぱり3時間で5ページやろう勝つわけです、まあ、そういうことも含めて私がまあ高校生の時にあんまり成績が良くなかったところから、はい、まあ、上がっていく過程でなだって学校だから劣等生って言っても知れてるのかもしれないけど、まあ、220人中170番ぐらいから、まあ、5番ぐらいまで上がれましたから、まあ、あと弟にその勉強法のやり方を教えたら、弟は灘に落ちたんだけど、東大に10年に1人で阪大に1年に4人ぐらいの学校でその勉強法を教えたら、その学校始まって以来2人目なんだけど、まあ、東大の分一に元気になったんです。だからそれが僕はだから勉強はもうやり方だって信じてる。だってさ、やり方を知らないで勝つってなかなか難しくて、ゴルフで前に飛ばない振り方を1000回しろなんていうやつはいないわけですよ、はいはい、だから勉強の場合成績がやってる割に伸びてない子に勉強のやり方変えようなんて言ってる人なんてほとんどいないじゃないですか、はいはい、それって外れの振り方をもっとしろって言ってるのと同じですから、ね、なるほど。受験勉強なるものを否定的に言う人って多くは受験で数学の難しい問題を解けようが、はい、歴史の年号や地名を覚えようが社会に出て役に立たない。言いますね。でもその通りなんですよ。社会に出て役に立たない、うん、役に立つのは勉強のやり方を覚えることだけなんですよ。そうね、勉強のやり方を、まあ、大学受験の時に身につけたから、その後はすごい得をしていると思って、うん、どんなことでもやり方を学んでからした方が絶対早いんです、ね、はい、まあそうですね、そこは人生観としてありますよね。やっぱりこう東大に行く学力がすごいんではなくて、そこに行くためのノウハウであったりとか創意工夫みたいのができる人がやっぱりこの後伸びてくるってことだから、その詰め込み教育で、はい、東大の理さんに30人入る有名な塾があるんだけど、はい、そこ出身のやつって起業したやつって聞いたことないものすごい量の詰め込みをやるのよ、はい、でも勉強のやり方の工夫は全然ないですから。なるほど。勉強のやり方をね、工夫するっていう経験の方が、うん、僕は学力を上げることよりよっぽど大事だと思うんですよね。できる子は勉強の工夫しなくなるし、もともとできるはずだったのにそのど根性勉強についていけない人はすごいコンプレックスを持っちゃう。まあそうですよね。それってすごい僕はもったいないことだと思ってて、もったいない、確かに。もう思い込んだらど根性の人って鬱になりやすいんです。ああそうなんだ。これで使えた時に、うん、あ別のやり方やってみようっていう人の方が鬱になる。ああなんかまあでもずっと今日の話聞いてると分かる気がしますね、うん、東大も勉強できて入ってくるやつがいると思うんだけど、はい、この面白いやつ2割率っていうのが、はい、申し訳ないけどやっぱり偏差値が低くなればなるほど勉強工夫しなくても入れちゃうわけですから、まあ、そういうことですね。面白いやつは比率が減ると思ってる。あなるほど。受験勉強なるものがくだらないものかどうかって、うん、試してみたら成績が上がったとかさ、やり方変えてみたら成績が上がったって、そういう経験をね、例えば大人になった時にセールスに配属されました、はい、ところが1ヶ月で1台もじゃあコピー機が売れませんでした、はい、これは俺
俺はセールスの才能がないと思ったら会社辞めないといけないわけだけど、やり方悪いからかもって思えたら、本屋さんにはトップセールスのなんとか術っていう本がいっぱい置いてあるわけじゃないですか。あります。え、そうか、アポイントの取り方ってこうしたらいいんだとかさ、商品説明の仕方ってこんな風にやった方がいいんだとかっていっぱい書いてあるわけじゃない、でそれ試してみたら売れたって話になればさ、やっぱり人生観変わると思う。あ、そうです。私もこの10年ぐらいで本に対する考え方がガラッと変わっちゃったので。あ、そうなんですか。何かしらの正解を求める。例えばこういう治療法の方がいいんだとかっていう風に本をいっぱい読んでいろんな答えを知ろうとしてた、ところがその一つの事象について本を読むことで、いろんな答えがある、答えたくさんあるって知ってる人って、これがダメだった時にこっちの答えでいこうかって言えるわけですよ。なんか日本で今ほら答えをね、一つ出したいと、で相手のことを論破とかって言って、コテンパンにやっつけないと気が済まない人って多い気がするんだけど、そうですね、私はそうじゃなくて、いろんな可能性がある、試してみないとわからない、だけど試す材料って本読んだら見つかるよねみたいなスタンスで、その冊数も時間もかけてるんですか。要するになんか面白そうなとこしか読まないので、なるほど。だからその代わりね、読む以上は3回ぐらい読むんです。10ページか20ページしか読まない代わりにものすごい数読む。そう聞いてみると高齢者向けの本なんですけど、どの世代にも言えることってことですよね、今の話ってね。だから私は高齢者の人たちが薬を飲んでたり、いわゆる世間でいうとこの健康常識に縛られたり、あるいは道徳観とかに縛られたりしてると、どんどん老け込んでいくなって思った時に、こんなやり方もあるよねって試してもらうってことが割と大事だと思っていて、やっぱりその前頭葉を使わない生き方をやめて、試せることは試してくださいねっていうことは言いたいですよね。ではですね、本当に今日和田秀樹先生にいらっしゃっていただいて、もう本当にたくさんの話聞けました。かなり勉強になったかなと思いますので、ぜひ皆さんも見ていただければと思います。この動画がですね、面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価の方をお待ちしております。では本日、和田秀樹先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。